戦艦、アイオワによる艦砲射撃艦砲は艦船に武装として搭載された砲のこと、艦載砲とも呼ばれる。歴史上においては軍艦の飛び道具として、カタパルトや大型の土球を艦船に搭載した例がある。カロネード砲、軍艦に火砲を搭載することは古くから行われており、14世紀の中頃には欧州で軍艦に大砲を搭載した記録がある。 1571年のレパントの海戦においては、カトリック国連合軍がガレアス戦に搭載して、オスマン帝国艦隊を撃破した。帆船時代における関西砲は主にカノン砲で、船の中でも扱いやすいように4つの車輪を持っていた砲車が改良されている。この頃の火砲は、作薬のない実体弾であり、艦砲の威力は、さして大きくなく、船体を破壊して、 敵艦を撃沈することよりは、設備の破壊や人員の殺傷によって、航行能力を奪うことを目的としていた。そのためこの時代の艦砲は数を多数搭載することが優先され、比較的小型の方が搭載された。またマストや作具を切断するための鎖弾など、特徴的な砲弾を使用した。後に、カロネード砲が導入され、接近しての型原生者において、 大きな威力を発揮した。また、ボムケッチのように、対地攻撃のために急砲を搭載した艦もあった。なお、ボムケッチの急砲で使用されたのは榴弾である。しかし、大砲の技術が発達し、威力が増すと、艦砲で敵艦原則に命中させ大破砲による、急速浸水で撃沈することも可能になった。また、このような状況では、強力な装甲を欠く、大面積の原則、 および原則に穴を開けて、多数の艦砲を並べることは、むしろ弱点をさらすこととなった。そのため艦砲の数を減らし、一文あたりの威力を高める方向へと変化した。数を減らした艦砲を有効に用いるため、これを装甲で守られた回転砲塔に収め、漢板上に設置し、防御力を高めるとともに射角を大きくした。機制化が進み、上漢板上の搬送が廃されたことも、 原則砲角から艦艦上砲塔への転換を可能にした。その結果、艦砲の大口経過が進み、大艦巨砲主義が到来した。大艦巨砲主義の局地の一つである戦艦、ヤマトの手法は、合計46センチメートル、砲弾重量1460キログラム、最大飛距離42キロメートルに達していた。砲弾は装甲を貫通できるように鉄鋼弾が主体となった。 艦砲の巨大化に伴い砲弾が巨大化、それを球弾するために、砲塔の下部はエレベータで球弾を行う設備となった。また、第一次世界大戦後には、対抗空気戦闘のために、攻角砲の搭載が一般的になった。駆逐艦クラスでは、対空戦闘及び、対水上艦戦闘に使える、療養砲の採用が増えた。海軍砲塔 BL-15A 等第二次世界大戦後、 航空機の発達によって戦艦は、その活躍の場を失われ、巨大な艦砲が作られることはなくなった。さらに、ミサイルの発展により、戦艦以外の艦載砲も廃されるようになり、ミサイル版のオーロンが前世の頃に作られたアメリカのミサイル巡洋艦、ロングビーチは、艦製当初艦砲を一切有していなかった。しかし、ミサイルと比べて一発あたりのコストの面で優れる、艦砲は、 コンピュータ制御による精度の向上と速射性を付与されて小口径のものが近距離戦に限り現在も広く用いられている。近年ではロケット推進によって射程を延長された地上攻撃用の誘導砲弾も開発されている。対空用漢方としてはシステムを完全自動化したファランクスやゴールキーパーに代表されるような小型漢方が開発されたが 対艦ミサイルの高性能化によって迎撃が困難になっておりラムなどに代替されつつある。ありがとうございます。